はい、こんにちは。パチプロ投資家の綿菓子です。今回はパチンコの信頼情報ということで、2019年の3月18日に全国導入します CR フィーバーマクロスフロンティア3についてね、ご紹介していきたいと思います。はい、というわけで、まずね、メーカーからですが、シンフォギアと一緒で、三強さん、そしてタイプは前作のね、一種二種混合機とは違い、今作はね、核変ループといった仕様ですね。まあ前作はね、規制前ということで、まあライトミドルとは思えないような出玉感、そして継続率も 77% で、演出はスピーディーといった感じでね、まあズバ抜けたポテンシャルを持っていました。そしてね、さらにその前、2011年には、同じマクロスシリーズで、まあ、玉キラーっていうね、まあ、かなりの人気台もありましたが、じゃあね、今作の、ミドルスペック、マクロスフロンティア3っていうのはね、今まで同様流行る機種なのでしょうかということで、まあ、少しね、YouTube で動画を拝見しましたが、まあ、演出面に関しましてはね、やはりかなり作り込まれていていい感じなんですが、まあね、送料規制のせいで、まあ、演出がとにかく長いっていうのがね、非常にネックですね。はい、とまあそんな感じでちょっと前置きが長くなってしまいましたが、じゃあ次にね、スペックの方をでは見ていきましょう。はい、ではね、スペックですが、大当たり確率は、最近のミドルと何ら変わりなく、319分の1、高確率時は128分の1です。で、核変突入率はへそで 50%、 そして電柱で 65% と、まあね、ほんと王道中の王道といった感じで、まあ悪く言えば、まあ面白みのないスペックとなってます。そしてですね、まあ私がどうしても気に入らないポイントっていうのがへその振り分けです。こちら右上を見ていただくと分かるんですが、16ラウンドをね、否定した時点で、通常の方が割合多くなっちゃうんですよね。まあもちろんね、確率的には 50% で確変なのは変わりがないんですが、まあ私的にはね、あまり好ましくないへその振り分けかなというふうに思いました。まあね、私と同じように考えている方も結構いらっしゃるんではないでしょうかね。はい、まあじゃあ次いきます。時短引き戻し率、こちらはね、27% あるんで、実質ね 65% 継続の確変と、時短を合わせて、まあ合計で、まあ、70%、72% 継続といったところでしょうか。はい、じゃあ最後ね、出玉ですが、16ラウンド確変が、2400発、まあ約ね2240個獲得できるよといった感じで、まあ3ラウンドがね420個ですね。まあ近いスペックで言うと、同じ三強さんの、まあ、機動戦士ガンダムのミドルスペックなんかはね、かなり似ているかと思います。はい、じゃあ次にね、超簡単にゲームフローというのをじゃあ紹介していきます。はい、じゃあこちらですね、通常時、振り分け 10% の16ラウンドを引いたら直で核変濃厚のギャラクシーライブモード、もしくはバトルモードに突入で、3ラウンドを引いた場合はね、今の段階ではちょっと詳しくわからないんですが、まあ、核変か通常かわからない状態の、ライブモード、もしくはバトルモード100回転といった感じで、まあ、100回転を迎えたら、核変ならもちろん継続、通常なら終了といった感じで、まあ、通常ステージに戻るといった流れだと思います。もしね、間違っていたらすみません。はい、とまあこんな感じでね、スペックとゲームの流れは以上となりますが、じゃあね、最近の信頼の中で両台なのクソ台なのといったところなんですが、まあ単刀直入に言いますと普通です。はい、普通すぎますね。まあ特にね、特徴がなすぎてなんて言ってみもないんですが、まあマクロスフロンティアが好きな方だったら、演出面とか楽しめるんじゃないでしょうかね。まあそれ以外のね、パチンコで立ち回っている方とか、まあそういう方なら、まあ打つ価値っていうのはそこまでないのかなといった風に、私は感じます。まあへそとね、電柱ともに時短が100回転あるところは良心的な気がしますが、まあやはりね、その2400発にこだわっている台っていうのはね、全然安定はしないので、まあ立ち回りにはね、そこまで向いていないと言えます。まあちなみにね、この台と比べる対象にはなりませんが、もしね、前作のね、ライトミドルのマクロスがある店舗なら、まあそちらをね、打った方が、こちらのね、ミドルスペックを打つよりは確実にいいと思います。まあそんな感じでね、まとめますと、パチンコを楽しみたい方、それからマクロスフロンティアが好きな方は、打つ価値ありといった感じで、まあね、パチンコで勝ちたいとか立ち回りたいという方は、まあ無理に手を出す必要はない、釘を見つつ相談といった感じでしょうか。でそんな感じでね、信頼マクロスフロンティア3に関する紹介を終わりにしたいと思います。
じゃあね、最後まで動画をご視聴いただきましてありがとうございます。私わたがしは LINE アットもやっておりまして、パチンコやスロットなどのギャンブル、それからバイナリーオプションや FX などの投資のね、勝ち方について、マンツーマンコンサルティングを行っていますので、ぜひね、 LINE 友達追加もよろしくお願いします。でですね、LINE 友達追加方法ですが、画面のね、右側にある QR コードを読み取っていただくか、または、LINE アプリの ID 検索にてアットマークわた777と入力をしていただくか、もしくは、動画下のね、概要欄に記載してある友達追加リンクから、アクセスをしていただくか、この3つのね、どれかとなります。で、LINE アプリのね、 ID 検索をする際は、先頭のね、アットマーク、こちらを抜かしてしまいますと、別の方が出てきてしまいますので、十分ご注意してください。あとね、この動画がいいなと思ったらグッドボタン、それから YouTube のチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは本日も動画をご視聴いただきましてありがとうございました。